速報はアーセナルさん、モイーズ率いるウェストハムに不穏な空気のまま前半終了。ウーデボール今季11ゴール目、開始9分で2ゴールとは、相手の方がボックス内に選手が多いにもかかわらず、この得点力、アーセナルを止めることは不可能だな。ウーデボールのゴール、マクアリスターなら枠外やぞ。リードしたアーセナルは実質最強。スパーズのようにはならない強さ。凄まじいボール回し。ブライトンの上位互換やな。マルティネッティの鬼プレスは迫力やばくて笑える。ジェズスとサカとマルティネッティは本当に神メンツすぎるんだよね。プレス耐性高いジェズスが振りてくるの鬱陶しいやろうな。空いたスペースはマルティネッティが使うし、ジェズスもすぐ前に飛び出すし。クロス精度がどんどん良くなるマルティネッティ、これはどうしようもない。ウーデボールはおしゃれなパスもエロいパスも出せる最高の司令塔。モイーズすまんな、ここで得失点差を稼がせてもらうぞ。守備構築に定評のあるモイーズ監督。ホールディング不安や。ティアニーにキーパスの才能はないんだ。サリバのスピードが恋しい。ラムちゃん相変わらず PK ストップはダメね、動くの我慢できないもんなしょう。ラムズデールこの PK の弱さトーナメント増えると怖いよな。今日引き分けたらマジで終わる。おいおいマジで大丈夫か。もしよければ、チャンネル登録お願いします。